はい、それではポップアップの、様子見てもらいたいなと思います。ここで弟が立ってるので、弟の誘導に従って入ってきてください、こちらにね、当日は雨降ってなかったらバイク置いてます。バイクは写真自由に撮ってくれていいから、どうぞ自由に撮ってください、ということでやっていくんですけども、浴衣とかもね、DIY で弟となんとか綺麗にしました。ほとんど僕やってへんけど、弟全部やってたけどね。で、扉がちょっともう間に合わなかったんで、ラーメン屋仕様を引き継いでおります。で、これガラガラガラと開けてもらうとこんな感じで、オープンになりますが、ここにフーちゃん立ってるので、フーちゃんがちょっと待ってくださいとか、入ってくださいって言ったら入ってきてください。入ってすぐサングラスですね。サングラスはこのためだけに当日こう並んでると思います。もう好きにつけてください。で、これあくまでサンプルなんで、これつけてもらって合うか合わへんかで、発送はね6月になっちゃうと思うんですけど、とりあえずまあかけてもらえるのはかけてもらえるのでかけてください。で、ショーツに関してもここ並んでますけども、S から M、L、XL、XXL の5展開ありますので、これもどんどん履いてください。そして、ボディバッグもこれ新品もあるんやけども、中古っていうか僕が使ってる、使用済みと言ったらいいんかわからんけど、そんなもありますので触ってもらったらいいですし、で、パーカーに関してもね、ここに並ばさせてもらってるんですけど、これもサンプルなんで、着用したかったら試着っていうのも全然可能なんでね、言ってください。で、ここにキャップもありますし、キーケースもね、実はこれあって、近くで見てもらったらね、僕が使ってるこのキーケースもうくたってるけども、まあ、こんなんも置いてるので、あ、こんな感じなんねやみたいな、こっからここまでなんねやっていうのもね、見てもらえると思うし、あと財布とかね、キーケースはここから取ってくださいご自身で。で、それ以外は基本的に裏に全部あるので、嫁蔵に言ってもらったらいいんですけど、こんな感じで黒パンあって、シャツとかもあるんですけど、シャツがね当日来るのでまた着てません。だから、シャツもオンラインで販売する前にまずはポップアップで持って帰れるものがあるので、在庫あるし、ナイロンブルゾンも、おそらくあると思います。あるよねっていう感じであると思います。で、僕が多分この辺立ってると思うので、喋りたいなと思う人は喋ってくれたらいいし、喋りたくないなと思う人はスルーしてください。この目の前をね、スルーしていただければ、あ、興味ないんやなと思っていただけるので大丈夫です。で、まあ、ここにね銀の盾とかあるので、あ、こんな感じなんや銀の盾とかっていうの、全然喋も取ってくれてもいいし、そんな感じであったり、あとフリースですね。フリースが新色出るよと、今回29日出るよって言ってたけども、どっちかしか置いてません。だからこれしか置いてなかったらこれが商品化で、カーキしか置いてなかったらカーキが商品化っていう風にしてるので、今は2色並んでますけども、当日は1色しかないです。で、前も言ったけど1旦しか買ってないから50着もないねんな、だから、そこで予約してもらったらいいかなと思うので、サイズはね他の色で着てもらって、あ、俺このサイズでいけるわって思ってもらったら、あとは色味だけ気に入るかどうか見てもらったらいいかなと思います。そしてネックレス系もねこの辺りにありますので、ネックレス系も見ていただければいいかなっていうのと、あと当日ね着ていただいて、この栃木レザーのモーテルキーも、作ったんでね、これは持って帰ってください。ヌメ革なんでね、使えば使うだけ味出てくると思います。そしてここに、トートバッグとか置いたんですけど、それ以外にもね半袖シャツも実はちょっと置いてるかもしれん、置いてないかもしれん、ちょっとわからへんけども、これはまあ今年出えへんかもしれんから、ちょっとどうしようかまだ迷ってます。刻印サービスあるんですけど、刻印サービスはここで嫁蔵にね言ってください。嫁蔵ここでニコニコ立ってるから、刻印してくださいって言ったら、わかりましたって言って、ちょっと当日はできないんですけど、後日発送っていう感じになるので、刻印やってください。もちろん無料でやるので、終わったらそれを発送するという感じで、ちょっと当日はさすがにできないと思うんですけどもね、楽しみに待っていただければなと思います。ここのね弟の作業机のところで、ちょっと置き台がないからここ使いますけども、革のポーチとかデニムポーチとか、そういったものも置かせてもらいますので、まあ見てもらえたらなとは思います。でもね、ステッカー7枚集めていただいたら僕時計プレゼントしてて、たまにね あれポップアップで売ってますかって言われるんですけど、あれも非売品なんで、もう僕からの完全のプレゼントでここに ありますけども、僕ら普段日常ね時間を管理してのこれなんですけど、これは7枚集めてもらったらプレゼントなんで、もう販売はしてないんですけどもね、楽しみにしておいてほしいなっていうのと、もう1個上のプレゼントも今用意してて、20枚集めてもらうと、実は本邦初公開なんですけども、この椅子が20枚集めてもらった方にハンティングチェアっていう、まあ、要は折りたたんだりとかしてこうちっちゃくできるタイプのやつなんですけど、まあ、それに本革のこのめちゃくちゃ分厚い革をね合わせて、アップで見てもらったら分かるかな、なん と、試験出してるな、耐荷重がだいたい300キロぐらい、だからまあ俺の視聴者さんでこれ座って壊れる人はおそらくいてないと思うな、お相撲さんでも300いかんねんから、そうですね。で、まあ、こんな感じで使えるような感じなんで、下の木は岐阜の職人さんに作ってもらって、これ専用に削り出してもらって、上は上でこれ姫路レザーなんですけど、ヌメ
使ってるという感じになっているので、これはまあ20枚集めてもらった方なんで、まあちょっと時計よりハードル高いんですけど、これもねいずれプレゼントしたいなと思います。ちなみに試験受けた後のね、レーザーがこんな感じになってますけども、ちゃんと試験も受けてました。まあそういった感じになっているので、まあ基本的にはレジって嫁蔵にあれくださいこれくださいって言ったら嫁蔵パパッと出してくれるのでいいかなと思うし、試着したい場合であれば試着は全然してもらって、多分スタッフの手足りてないから皆さんがスタッフになってください。 OK ですか？ないなと思ってこれでサイズやってると、ほな誰か来てたりしたら、あ、僕 S 今来たんでどうぞって言って、お互いこう助け合いの精神ということでね、僕この辺立ってニコニコしてるだけやから、皆さんで協力していきましょうということで、ゴールデンウィーク初日2日目ということで皆さん楽しみに来てくださいということで、お待ちします。